最後は6号艇の松下直也選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日までの船足の動きを教えてください。いや、バランス取れていいです。バランスが取れている中でもどこが気に入っているとこありますか？まあ、乗り心地ですね、はい。もう優勝戦はもうこの足をキープしていくという感じでしょうか？そうですね、はい。逆に気になるところとかはありますか？はないです。さあ、優勝戦は準優勝戦と同じく6号艇となりました。コースなど想定はありますか？はないです。6コースから、はい。1節間戦ってみてスタート感いかがですか？はね、僕あんま速い方じゃないんですけど、いけてるんで多分エンジンが連れてってくれてるんかなと思います。つまり優勝戦の目標はありますか？スタートタイミング、あ、タイミングは10は行きたいですね、はい、はい。それでは皆様に意気込みをお願いいたします。そうですね、自然体で優勝狙います。応援してください。